ソ連の作曲家、両親ともに学校教師の家庭に生まれる。オムスク音楽大学に学び、20歳の頃教授の助言によってモスクワに行き、最初の作品をレンゴリとグリエールとニコライ、ミャスコフスキーに見てもらう。両大会より高い評価を得て、モスクワ音楽院に進学、1928年に卒業。卒業制作の公共曲第一番は、 音師ミアスコフスキーに検定されており、かなり後年の公共局第5番はミアスコフスキーの追悼に捧げられた。1920年代には現代音楽連合の導入であり、また、モスクワ音楽院教授パベルラムのサークルの非公式なメンバーとしてラムタクに集った。ショスタコービチとも親交があった。卒業後はモスクワ音楽院の教授に就任し、 1935年には、グネシン音楽大学作曲家の主任教授も務めた。1942年から1948年までは、非常に困難な時局にあって、モスクワ音楽院の院長や、モスクワ中央音楽学校の芸術監督を務めた。1948年に、ジダーノフ批判の犠牲者となり、その後は、ソ連楽団の表舞台から葬り去られた。 著名な門人に、ティホン・フレンニコフ、アレクサンドラ・パフ・ムートは、カレン・ハチャ・トゥリアン、ボリス・チャイコフスキー、エディソン・デ・ニソフラがいる。モスクワ作曲家同盟の創設者の一人であり、1941年から1942年まで、その議長を務めた。シェバリーンは、同世代の作曲家の中では、最も教養に恵まれ、博学だった一人である。 紳士で知的な作曲様式や、ある種の弦楽的な作曲姿勢は、ミヤスコフスキーに近いと言えよう。様々な楽種で創作を行い、歌劇や公共曲、弦楽詞重奏曲、そなた、合唱曲や、歌曲などの声楽曲、舞台音楽、ラジオ劇のための音楽、映画音楽などを手掛けた。最も面白い作品の一つは、オペラ、チャジャウマナラシである。 初期作品では明らかにドビュッシーやラベルラのフランス印象主義音楽の影響を受けていたが、後に社会主義リアリズム路線に従順になり、国民学派の伝統をモダンな感覚で装うような作風に転じた。ソ連時代にチャイコフスキーの祝天女曲1812年の集結部が改ざんされて演奏されていた事実は有名だが、 ソ連当局の依頼でその改策を手掛けたのがシェバリーンであった。シェバリーンはまたグリンカの2つのロシアの主題による公共局を肯定している。51歳であった1953年、軽度の脳卒中を起こし、軽度の言語障害を負ったが、ほどなく回復し、音楽院の勤務にも復帰して、院長に昇進。しかし1959年には2度目の、 より重篤な脳卒中に見舞われ、言語能力をほとんど喪失し、言葉を聞き取る、文章を理解する、書くといった作業ができなくなったものの、音楽を創作する能力は失われることはなく、自作の作曲、音楽院の生徒への指導は続けられ、1953年の脳卒中以後、1963年に3度目の、それに見舞われて亡くなるまでの間に11もの作品を作曲した。 公共曲第5番はそうした時期に書かれた中の一曲で、あるが、ショスタコービチによって、豊かな感情と楽観と命にあふれた独創的で、卓越した曲と評された。ノボジェビチー墓地に埋葬されている。ミズン54ページ。ありがとうございます。